おはようございます、高前です。今回はですね、整理術を行いたいと思います。今回はですね、靴ですね。皆さん靴ってどこにしまってます？ほとんどの方は下駄箱の中に隠すようにしまってるかと思うんですけども、もったいないですよね。靴って本当に美しいんですよね。で、買う時もこれは綺麗だなと思って買われてる方が多いかと思うんですけども、その靴をですね、隠すのではなしに見せる整理をしたいと思います。前回のですね、カール・ジムキさんの仕切る板を使ってですね、綺麗に見せますので、ぜひ最後まで見てください。ではスタート。ここのスペースはですね、本当にクロークの中ですね、扉が本当はあったんですね。扉を外しました。そして見せるこういうシューズのスペースを作ってます。こちらにですね、本当に簡単なんですけども、カール・ジムキさんの仕切る板ですね、こちらをですね愛用してます。非常にスタイリッシュでかっこいいですよね。このロゴもかっこいいです。アルミ製で非常に綺麗な塗装なので、まあ、明るいところでも非常にかっこいいですよ、これ。で、こちらをですね、このように立てまして、まあ、隣との仕切りにもなりますし、ここにですね、ちょっと見えやすいようにしましょうか。ここにですね、靴のこのエッジをですね、かかとを乗っけます。こんな感じですね、こういう感じですね。そうすると倒れませんし、非常に安定感がいいです。まあ、このようにセットすると非常におしゃれ見えますよね。本当にこのような感じですね。ちょうどこの仕切る板をですね、この幅がですね、靴のサイズにぴったりなんですね。収まりがいいというんでしょうかね。さあ、こう揃えてもですね、非常に綺麗な装いでですね、このラインとかでも綺麗に見せることができるのかなと思いますね。どうでしょうかね。で、奥にちょっと予備のシューズキーパーをストックしてます。できるだけまあ物を持たないようにしてるんですけども、そして手前がこういうビジネスの仕事でのシューズで、奥にですね、まあ休みの時のシューですね。こちらはザラさんのシューズですね。こういう感じです。非常に気に入っています。そしてまたこちらも休み用のシューズでアディダスですね。レザーですね。非常に爽やかな色なのでレザーですけども夏に愛用しています。そして手前にシューズ、まあそのシーンに合わせて、履き替えてます。こちらはまあエナメルでですね、非常にシックな装いの時、そしてさらにもし大切なお客様とかパーティーとかあれば、こちらのクロコダイルですねを履くようにしてます。で、実はですね、この後ろにですね、こういう、まあ、お菓子とかに入っている乾燥剤をですね、忍ばせてます。こういう仕切り板で構成するとですね、非常に掃除も楽です。もう本当にこう吐き出すだけですので、特にその間に仕切りもなしに、綺麗に仕上がりますね。はい、このカール・ジムキさんの仕切り板、使い方によっては本当に幅が広がりますね。前回のように棚の受けになったり、今回のように
靴のかかとを引っ掛けることによってディスプレイ、見せる収納ですねになったりと、非常に使い勝手がいいです。また、私なんかはタオルのストックの、仕切りにも使ってるんですね。ですから、仕切る板という名前らしいですね。そしてやはりこの整理術というのはただ単に、きれいに収納を収めるんではなしに、飾ったりあるいはその見た時にですね、どう気持ちが感じるかっていうのが一番私は大事かなと思います。こう今もこの目の前に飾ってるんですけども、やはり常にこう見ることによって非常に心地よい気持ちなんですね。それが一番私は大事かなと思います。ただ単にきれいに収納とか高さを揃えるとかっていう話に、バランスよくですね、もう生き生きとして、その商品を収納してあげる、それが一番いいかなと思いますね。もしこの動画が良かったなってことは、いいねボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。